いては先ほどチャンバラヤバラバに途中から出てきたちびっこのみんな、イエーイ。じゃあ瑞希くんから言えるかな。次は誕生日はにゃんにゃんにゃん、2月22日生まれの笑顔キラキラ下野ゆうきです。特技はないけど頑張っていることはピアノです。いつかみんなの前で披露してみたいです。名古屋といえばミスカツとキチメンです。でもよく食べるのはお母さんが作ってくれるたらこスパゲッティです。じゃあ次はエビダン名古屋最年少、でした。